はい、皆さんこんにちは。写真家の小林義明です。今回はね、ペンタックス K3 Mark III の魅力ということで、お話をさせていただきたいと思います。 K3 Mark III の特徴なんですけども、一番はやっぱり完成度の高い光学ファインダー、そして、スペックアップしてきた、動体撮影性能、そこが一番ね、挙げられる部分かなと思います。それと APS-C のシステムとしての完成度の高さ、また操作性の良さ、そういったところもね、このカメラの特徴だと思いますので、お話ししていきたいなと思います。やっぱりまずファインダーなんですけども、完成度の高いファインダーですよね。視野率が高くて、で増倍率も大きいので、フルサイズの K1 と使ってても違和感ないという部分ですね。でファインダーの色再現に関しては、より向上してます。例えばこういったね、朝の景色を撮影した場合なんですけども、これはね、鶴居村の音羽橋というところで、タンチョウのねぐらをね、高台から撮影してます。でこう朝日が当たって、こうね、赤みからだんだんこう黄色くなっていくような時間帯なんですけど、K3 Mark III のファインダーは色が非常にこう綺麗に、忠実にね、再現できているので、見たままに撮ることができます。それと視野率 100%、ペンタックスのカメラはもう視野率 100% 当たり前になってるんですけども、やっぱりね、光学ファインダーのカメラで撮影する場合に、自分はここからここまで画面に入れるんだというね、自分の意思をしっかり反映できるという部分でも使ってて気持ちいいですね。それと光学ファインダーで大事なのはピントですよね。ピントの確認がしっかりできるということで、こういったマクロ撮影の時にもね、思ったところにピントが合うということが言えますね。それと今回のファインダーは、ファインダー内にいろんな情報がね、表示されるし、カスタマイズもできるようになってます。そうするとね、たくさん出てくることでごちゃごちゃしちゃうと思う方もいるかもしれないんですけど、普段自分が使う表示っていうのがどこに出てくるかっていうのをまず確認してね、それをしっかり、撮影に生かすようにするといいと思います。そういった部分では時間をかけて作ってきたっていうこともあって、この光学ファインダーとてもね、完成度が高くて、一つの完成形に近いものになってるんじゃないかなというふうに思いますね。そして今ミラーレス全盛なんですけども、なぜ光学ファインダーかっていう部分ですよね。で写真はまず光を感じるものなんですよね。で光学ファインダーは、リアルタイムな光をこのファインダーを通して感じることができる、そうすることでね、被写体との対話もできるのかなというふうに思います。この写真もね、朝の屈斜路湖なんですけど、よく見てもらうと太陽の下に、ね、うっすらとこうサンピラー出てるんですよね。でこういったものを自分の目で感じて、あ、これ撮りたいって思うわけじゃないですか。それをね、ファインダーでもう一回確認して、でシャッターを押して映像として残す、これってすごく大事だと思うんですね。でミラーレスの場合は、一度もうそれをね、デジタルデータとして置き換えたものを EVF もしくは背面のファインダーで見て、押すわけですね。だからもう被写体からのダイレクトな情報っていうのは実はなくなってんのかなっていう感じしますよね。でそうすると被写体から伝わってくるものっていうのも違うんじゃないかなと、そんな風にも思います。この写真もね、雪面にこう草の影が落ちているところなんですけど、これ肉眼で見ると非常にこう淡い影なんですよね。でそういった淡い微妙なね、自分が感じたものを直接ファインダーでもう一回確認しながら撮る、そういった作業はね、とても大事なんじゃないかなっていう風に思います。それと EVF っていうのはもうデジタルデータ化されたものをファインダーで確認してますから、実際にこう見てるのとね、若干こう違って見える。ただそれは映るのと同じだよっていうね、こともあるんですけど、実際に使ってみるとね、ミラーレスの EVF っていうのはまだ完成度が低い部分があって、これでいいかなと思って撮ったんだけれども、後から見るとあれ全然違うなっていうこともあるんで、そのあたりはね、自分の経験値からファインダー見ながら、この時の明るさの露出はこのぐらいの補正だなみたいなね、ことで撮っていく方が僕はまだ確実に撮れるかなって、そんな風にも思ってますね。そしてね、これは朝日を浴びてるエゾリス、非常にこう寒い朝なんですけど、日が昇ってきてね、木の上で日に当たってるとこなんですけど、これ後ろに太陽があります。こういったシーンをファインダーで覗くとやっぱり眩しいんですよね。
まあ、もちろんこれ危ないんで長時間見てることはね良くないんですけれども、これ EVF で覗いていると眩しさっていうのは感じないんですね。もうねそうなるとバーチャルの世界見ているようで、本当にそのシーンを自分のね、目で感じて撮ってんのかって言われるとちょっとこう疑問を感じる部分もあって、やっぱり僕は光学ファインダーで撮影する方がね気持ちいいなと、そんな風にも思います。まあ、このシーンもね、単調撮影していて、着陸する前にこう強く羽ばたいた時にね、背中についてた霜がこう一瞬舞い上がったんですね。で、こんなシーンをやっぱり自分の目で直接その光を感じて撮れるっていうね、その感動ですよね。やっぱりもうなんかバーチャルの世界でね、こういうの見てるとそのうち作っちゃうんじゃないかみたいなね、そんな感じもしますけども、もう本当にこうリアルの光を感じて撮っていく、その感動をね写真として残す楽しさっていうのはねとても大事かなと思います。とこちらの写真はですね、単調がこう向き合っていてね、なんかこう寄り添ってるようなね、なんとも微妙なこう位置関係だったんですよね。で、実際にそうなのかわかんないんですけども、こういったシーンを見て自分が感じたもの、あとそのねファインダーを見ながら被写体から伝わってくるもの、それはやっぱり直接被写体からの光を感じてるからこそより感じやすくなるのかなと、そういうふうにも思います。まあ、そうやってね被写体とこう対話しながら撮ってるっていうのかな、そういう楽しさっていうのもね光学ファインダーならではかなというふうに思いますね。 K3 Mark III のペンタックスの一眼レフの中での位置づけっていうのを考えてみると、K1 はフルサイズですから画素数も多くて、まあ、風景撮影、あと背景をねぼかしたいようなポートレートとかね、そういった撮影にも向きますよね。で、 K3 っていうのは、まあ、オールマイティなんですけれども、まあ、主に動態に特化している部分が強いかなっていう感じがします。そして KP はリミテッドレンズと組み合わせたりするとね、非常にこうデザインも綺麗だしね、カジュアルな感じがします。で、 K70 っていうのは、まあ、高機能なんだけれどもね、値段もこなれていて入門機と言えるかな思うんですね。で、今回の K3 Mark III っていうのは、まあ、動態に特化しているとは言いつつも非常にこうオールマイティに使えるね K シリーズの中核をなすカメラとしてね、非常にこういろんなところで使えるんじゃないかなと、そんな風に思いますよね。そしてね、まあ、この動態性能が上がってきたという部分をよく見ていくと、まず一つはねオートフォーカスの部分ですよね。まあ、これね、橋太柄ですね。橋太柄がちょうどこう樹液を舐めに来たところをね撮ってるんですけども、まあ、ちょっとセンターからね、被写体の位置ずれてますよね。まあ、そういった被写体を撮る時なんかにも今回は測距点が、101とね非常にこう増えてます。従来までのね K3 だと27点でした。K3 Mark III だと、101点の測距点があって、でそのうちのね41点を選ぶことができます。で、測距点が非常にこう増えてますので、カメラのこの背面のところにですね測距点レバーというのが搭載されていて、ここからダイレクトに選べますね。で、測距点レバーは非常に操作性もいいです。こちらではまだ寒いので手袋をしてね撮影してます。で、かなり厚手の手袋をしててもちゃんとこう測距点が選べるようなね操作性を持ってますので使いやすいと思います。で、測距点を選ぶことで、まあ、動態撮影でも事前に構図を決めて撮影したり、あとマクロ撮影だったらね、もう本当にここにピント当てたいんだよっていうようなところをねしっかり選ぶこともできます。この写真は単調がね喧嘩をしていて蹴り合ってるんですけど、雪がこうね舞い上がってるような感じがね写ってますよね。こういったシーンでもねしっかりピント追いかけてってくれてます。で、測距点が101ありますけれども、それをね全部細かく移動させるっていうのは難しいです。で、そのために測距点を1点だけじゃなくってその周りをこう加えたり、あともっと広い範囲っていうねエリアでも、使うことができるんですけども、まあ、そういったエリアにね接した場合にも適当なところにピントが合うっていうんじゃなくってちゃんとねこう被写体を追従してくれるということでうまくピントが合ってきますね。まあ、この辺はオートフォーカスの性能の上でねとても大事なことなんで使っていていいなと思いました。それと動態撮影性能の部分で、今回ねスペックアップしているのが連写速度ですよね。このキタキツネもねちょうどなんか食事をした後だったんですけども、まだこう鼻のあたりに美味しいものがなんかついてんのかな、ペロペロね
鼻のあたり舐めてたんですね。でそこを連写した中から選んだ1枚なんです。私はね AFC の時はピント優先にしてます。コマ速優先にすれば11コマ出ますけれども、ピント優先なので若干こう遅くなっている感じですね。まあそれでも十分撮れてますけどね。それと秒10コマ超えると連写するとあっという間にメディアいっぱいになっちゃいますね。で今回は、ロープラスで約30コマ撮れてますので、このシーンね今いいっていう瞬間にシャッターを押すっていうことをしていけば30コマあると結構撮れますね。ずっと押しっぱなしだとあっという間にバッファーいっぱいになっちゃいますね。でただバッファーがいっぱいになっても今回 UHS-II のね、SD カード対応してくれましたので書き込みが早くなったので、その後のバッファー解放もね、いくらか早くなってます。はい、続いての写真ですけれども、これはね、白鳥が喧嘩してるシーンです。後ろのやつがね、噛みついてきて、で噛まれたやつが慌ててこう逃げてるんですけれども、こういった動きのあるシーンをね撮影する場合に、今回進化した部分としてはシェイクリダクションにね流し通りモードが追加されました。反応も良くてね、結構ゆっくりの時にもちゃんと対応してくれます。今までのねシェイクリダクションがオートの場合、ゆっくりの動きの時には動いてるものを撮ってるのかカメラブレなのかっていうのを反応がねカメラでなかなか分からないところがあって、こっちは動いてるものを撮ってるから流し撮りしてくれればいいのに、それがブレだとしてね反応して逆に車体ブレちゃったこともあったんですよね。でそのあたりを考えると、今回の流し撮りをね搭載してくれたことで、とてもこうイメージ通りっていうのかな、失敗が減るということでね、僕は重宝してますよね。はい、ここからはね APS-C っていうのは非常にこう使いやすいんだよっていうねお話をしたいと思います。まあ、非常にコンパクトなシステムでまとまっているということと、あと被写界深度がねちょっと深くなってますよね。そして十分な高画素であるということ、そして高感度にも強いというね、そういったお話をねしていきたいと思います。これはキャンプ用のテーブルの上にね、ちょうど今手持ちにあったレンズを並べてみましたけれども、まあ非常にコンパクトにねまとまっているのがわかるかなと思います。特に中央のあたりにまとめてあるようなね第三元のレンズなんかを、これフルサイズにするときっとこのテーブルからはみ出しちゃうぐらいのね大きさになると思うんですよね。やっぱ APS-C でコンパクトになるっていうのは、移動する部分でもねとても便利で重要なスペックになるかなと思います。そして、まあ、ペンタックスの、ね、APS-C レンズ、まあ、DA レンズですけれども、その特徴としては、まあ、本当に広角から望遠までしっかり揃ってるということですよね。11mm から 560mm まで、フルサイズに換算すると 17mm から約 860mm までね揃ってます。でフィッシュアイのズーム入れると 10mm からということになりますね。でもちろんそれ以外にフルサイズ用のレンズも使えますね。で DA スターレンズっていうね APS-C 専用なんだけれども高画質なレンズがあるっていうところも大きな特徴だと思います。でここからはそのレンズでね撮った写真を見ながらお話していきますけれども、まず1点目、これはね、HDDA の DA スターのね11-18で撮影したものですね。これはフルサイズだと 17mm から 27.5mm までカバーをしていて、まあ全域 2.8 ということで大口径のねレンズになります。最短撮影距離 30cm と短いので、この写真みたいにね、ぐんと車体に近づいて撮影することができます。この氷そんな大きくないんですけど近づいてるっていうことと、あと広角レンズのね遠近感が強調されるっていう部分も合わせてちょっと大きく見えてますよね。あとねこのレンズの特徴としては天光源がね綺麗に映る、開放絞りでも綺麗に丸く映ります。それとフォーカスクランプといった機能をね搭載してますので、星の撮影なんかにもね向いてるレンズですよね。はい、こちらの写真はね霧氷のついた木を下から見上げて撮影してます。広角レンズを使う場合はですね遠近感を生かすということで、なるべく被写体に近づいて撮影することで、その被写体のね、形を、まあ、極端に歪ませることなくより強いイメージで見せることができますね。あとこの写真だとね、僕は割と冬の写真を撮るときに CPL 使ってないんですよね。PL 使うと空がムラになっちゃうということもありますし、あのメインの車体が白なので、空はねちょっと暗く落ちるということで、あの CPL 使うと青というよりも黒く映っちゃうことがあるんでね CPL 使ってないですね。
はい、こちらはね、網走から撮影した流氷の写真ですね。遠くには知床の山も見えてます。これを撮影したレンズは、DA スターの 16-50mm ですね。今ここにもねついてるレンズですけれども、まあ、とてもコンパクトな標準ズームです。まあ、開放値 2.8 なんですけども、なんかフルサイズで言うとね普通のキットレンズと同じぐらいの非常にコンパクトなサイズにまとまってます。もう非常に利用範囲の広いレンズですよね。でこのレンズは今なんか HD タイプへのねリニューアルも進めているということなので光学系もさらにね良くなるというふうに聞いてますし、 HD コーティングで逆光にも強くなるのかなということでね、それも期待したいと思ってますね。はい、こちらはね、双眼台と呼ばれるね、オアカン岳とメアカン岳が見える場所からね撮影した写真です。以前ね K1 の時にもこれと同じような位置から撮影した写真をね見せたことあると思いますけれども、解像力どんなもんかなと思ってねちょっと撮ってみた写真なんですけど、やっぱり拡大してみるとね非常にこう解像力あっていいレンズですよね。で今回の K3 Mark III は、2500万画素あります。でこれフルサイズに換算するともう約6000万画素になるんですよね。そういった部分ではもう APS-C のね画素数っていうのかな、解像力っていうのはかなりレンズ性能も求めるそういったものになってるんですけども、まあ十分対応できるね解像力を持ってるかなというふうに思います。それとねこういった風景撮影するときにパンフォーカスで撮りたいこと多いと思いますけども、 APS-C だとフルサイズに比べて1段ぐらい被写界深度深くね撮れるんじゃないかなっていうふうに思いますので、その辺のメリットもありますよね。はい、続いての写真はですねこれは朝もこと山で撮影して、霧氷ですね、木に霧氷がびっちりついていてやっぱり朝日に照らされているという感じです。でこれを撮影したのは DA スターの 50-135 ですね。フルサイズに換算すると 76.5mm から207mm ということで、まあ、人気のあるね70-200のレンズと同じようなスペックになります。ただね大きさを考えると70-200の 2.8 とこの 50-135 の 2.8 は全然違いますね。もう半分ぐらいになっちゃうんじゃないかなっていう感じがします。で十分ね非常にこうシャープな描写をしてくれるので、まあ、風景で望遠のね切り取りが多い方にはおすすめしたいレンズかなとそんなふうに思いますね。はい、こちらもね同じ 50-135 で撮影したものなんですけど、夕方ね、色づいた空なんかを撮影した時に急に単調飛んできたんですね。で慌ててこう切り替えて撮影したんですけど、結構暗くてねシャッタースピードも遅かったんでこれピント合ってないかなと思って撮ったんですけど、しっかりピント合ってました。意外とね、やっぱり開放値が明るいということで、こういったちょっと薄暗いシーンでもねしっかりピント合ってくれるっていう部分はね、大口径レンズのメリットかなというふうに思いますね。そしてこちらの写真はですね、もこと山というあたりからね撮影してます。朝の屈斜路湖なんですけど、水蒸気が立ち上っていてね、それが朝日に照らされて非常にこう綺麗な模様を作ってましたね。で今回この撮影はね DA スターの 60-250 というレンズで、これ僕すごく好きなレンズですね。まあ高倍率の望遠ズームでこれ1本つけておくだけでかなり広い範囲を撮影できます。フルサイズに換算すると、まあ 92mm から 383mm ということで、まあ、100-400と言われるようなねレンズに近いスペックを持ってますよね。これもね無理に開放値明るくしないで F4 で抑えてますから非常にコンパクト で風景からやっぱり生き物の撮影までねよく使ってるレンズですね。はい、こちらもね、60-250で撮影した写真で、雪が降ってる中にね、白樺の木を撮影してます。まあ、望遠レンズということでね、非常にこうボケの大きな撮影をね、得意としますよね。手前の方に大きくボケてる木があって、だんだんグラデーション上にね、雪のサイズが、ボケ方が変わってますよね。結構幻想的な、景色になったんじゃないかなと思います。そしてこちらもね60-250で撮影したもので、これ北海道でサビタと言われるねノリウツギなんですけれども、まあアジサイを木にしたようなね植物ですね。この枯れたね、花の部分に霧氷がびっちりついてて撮影しました。ただこれちょっと高いところにあるんで、望遠じゃないと撮れなかったんですね。マクロだとちょっと近づけないということで、やっぱり60-250のね、望遠
で取れる、まあ、望遠マクロと言われるような、ね、取り方になりますけれども、その部分で重宝したんですね。あとこのね、望遠マクロ的な使い方をしたいなという方には、まあ、フルサイズ用ですけど HD のね、70-210mm もありますので、こちらを使うのもね、いいかもしれないですね。はい、こちらの写真はですね、55-300 の PLM のレンズで撮影したものですね。無表がね、ついている防風林なんですけども、これも非常にこう解像力十分あってね、なかなか綺麗に撮れたかなと思います。まあ、55-300 の PLM はね、フルサイズにすると 84.5 から 460mm ということで、かなり望遠でも撮れますよね。その他ね、最短撮影距離が 0.95m と近づけるという部分と、あと振動構造なのでコンパクトになりますね。まあ、あの旅行だとか、ね、山行くよなんて、そんな時にもいいかもしれないですよね。オートフォーカスもね、早い静かなので、ちょっとした動き物を撮るのにも向いてると思います。そしてこちらはね、タンチョウがね、朝日に照らされて飛んできているシーンなんですけど、まあ、こういったシーンはね、やっぱりこの 560mm を使うことが多いですね。ややね、超望遠になります。これフルサイズにすると約 860mm ということで、いつでも使えるレンズっていうわけではないと思うんですけれども、やっぱりこれどうしても被写体に近づけないときにはね、このレンズが活躍します。まあ、HD コーティングになってて逆光にもね、強いですし、まあ、大きなレンズですけれども、まあ、それなりに軽く作られているということで、鳥の撮影なんかをね、してみたい方にはおすすめですよね。はい、こちらも同じように560mmで撮影したね、大足のアップですね。これはね、実は電柱に止まってるやつなんで、車から降りてね、手持ちでそーっと近づいて撮らせてもらいました。このぐらいアップになると、なんか目の下におできができてるのも分かってね、ちょっとこうお茶目な表情がね、撮れましたよね。まあ、560mm、そこそこ大きいし重たいんですけど、まあ、手持ちも十分可能ですね。その辺はちょっと練習することでね、できると思いますので、鳥なんかを撮ってみたいなっていう方は、三脚だけじゃなくてね、手持ちでもできるように練習しておくといいのかなと、そんなふうに思いますよね。はい、続いての写真ですけど、これは、フィッシュアイズームのね、1017で撮影した写真です。だいぶ凍ってきた摩周湖をね、撮影してます。展望台から撮影すると結構距離近いんでね、フィッシュアイじゃないと全体入らないんですよね。で、このね、フィッシュアイズームの1017は最近ね、 HD コーティングになりましたので、逆光にも強くなりましたね。それと最短撮影距離も近いので、広角摂写ですよね、そういった撮影にも使えますね。まあ、コンパクトということもあって、僕はいつもカメラバッグに入れててね、ここ一番という時に使うレンズかなとなってますね。はい、こちらの写真はね、大赤ゲラというね、キツツキが、木をね、つついてたところを撮ってたんですけど、このレンズはね、フルサイズと兼用になりますけれども、DFA の 150-450 というレンズになります。フルサイズに換算するとね、230mm から 690mm ということで、かなり望遠をね、幅広くカバーしてくれるレンズですね。まあ、僕にとってはこう生き物を撮る時の標準レンズということになると思います。フルサイズのね、 K1 使ってた時もこのレンズ使ってましたけど、結構クロップしてたんですよね。K1 でクロップすると1600万画素ぐらいになっちゃうんで、早く APS-C のね、 K3 出てこないかなと思ってたんですけど、やっと出てきてくれたんで、かなり活躍するシーンもね、増えるかなというふうに思ってます。で、このレンズね、まあ、手持ちで撮影することが多いです。で、この写真もですね、エドシカが冬食べるものなくて、もうこんなトゲトゲの枝をね、かじってるところを結構近くで撮影してたんですけれども、意外とこう北海道の生き物って遠くだけじゃなくて近くにね、来ることも多くてですね、そういった時に 560mm みたいな単焦点だとね、思うようにフレーミングできないんですね。だけどこういった高倍率のね、望遠ズームだと、自分がちょっと移動することとズーミングでね、思ったようなフレーミングができるんで、とてもこう助かってますね。で、この鹿を撮っていた時っていうのは AFC で撮影しているんですけれども、こうちょっと顔の位置が変わるだけでね、ピント微妙にずれますよね。特に望遠レンズは被写界深度浅いんでピントシビアなんで。だけどこの時もね、しっかりピント追従してくれていて、まあ、実際に飛んでるものなんかを撮ってもね、きちんと
追ってくれてますので、そういった動き物を撮るのにも非常にいいレンズというふうに言えると思います。はい、続いてこちらの写真はですね、氷の光の干渉でこういった色が出てくるんですけども、それをねマクロレンズで撮影をしていますね。まあ、マクロレンズペンタックスの K シリーズ用には、APS-C 専用の 35mm とフルサイズ兼用の 50mm、100mm とありますけれども、僕は普段 100mm が使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。どうしてもね、外に出ていると被写体に近づけないっていうことが多いので、まあ、適度にこう離れたところから撮れるという意味でね、僕は 100mm をお勧めしたいと思いますね。はい、続いてなんですけど、APS-C のね、特性としてですね、まあ、APS-C ってどうしてもセンサー小さいからなんかね、ノイズが出るって思ってる方いると思うんですけど、この写真ね、50からが森の中にこうちょっと近くまで来たんで撮ったシーンなんですけれども、この時のね撮影した ISO 感度は5000です。確かにピクセル等倍で見るとノイズは見えてきますけれども、画面全体として見た場合ですね、そんなにこうノイズが気になるっていうことはないと思います。でそれは、今回の新しいね、裏面照射型のセンサーと、画像処理エンジンですね、プライム5アクセサレーターユニット2というね、そちらのね性能の向上ということで、とても高感度に強いというふうに言えると思います。はい、この写真もね、そうですね、あのモモンガです。モモンガって暗い夜行性の動物なんで、この時は日没後どのぐらいかな、10分とか20分ぐらいの時に、ね、出てきたんですけれども、かなり薄暗いんですよね。もうスマホだとちょっと撮れないかなっていうぐらいのね暗さになってます。でこの時の撮影は、ISO 12800です。150-450で撮っていて、開放絞りの 5.6 でシャッタースピードは40分の1秒でした。で高感度だとなんかノイズが出るからと思って感度下げちゃうと結構厳しいんですよね。いろいろ試したんですけど、 ISO 3200だ撮ろうとするとこの時6分の1秒で、やっぱりこれはブレちゃいますね。今回のね K3 Mark III は最高感度が160万超えということで、かなり高感度使えるようになってます。まあ、もちろんそこまでね高感度にしちゃうとノイズとかね、あと色カラーバランスも狂ってしまって、まあ、実用性はないかもしれないんですけれども、いざという時にはそういったね、高感度で撮っておくこともできると。で僕は ISO 6400までは常用していいかなと思ってるんで、 ISO 感度オートの中では最高感度6400というふうにね、設定してます。結構 K1 ともいい勝負できんじゃないかなと、そんな感じですよね。そしてやっぱりこのペンタックスを使う上で、ね、大事な部分というか、僕はもう本当にね手放せなくなっている部分なんですけど、それは使いやすさなんですね。で使いやすさを作っている特徴ポイントとしては、まあ、ユーザーモードとカスタマイズ性の高さ、あと今回はね操作性も進化してます。でそういった進化した、ね、使い勝手の良さからカメラを使う上での心地よさっていうのも生まれてきてると思うんですね。でまずはじめにねユーザーモードのところからお話ししたいと思うんですけど、今回はユーザーモードが5つありますね。ここに U1、U2、U3 っていうねモードがありますよね。でユーザーモードは今まで、K1 の時ね、KP もそうかな、ユーザー無駄モードダイヤルが5つあって5つのモードしか登録できなかったんですけども、あらかじめ10種類をメニューに登録してね作っておくことができます。でその10種類から5つをダイヤルに割り当てるということができるので、非常にこう使い勝手良くなってますね。で実際にユーザーモードを使いながらね撮った写真ですけれども、これはユーザーモード1で風景のモードにした時のね写真なんですけど、朝ダイヤモンドダストがねわーっと広がっていて、そこに朝日が差し込んだことでこう虹みたいな色がね現れたんですね。空の上の方だと、現実っていうのに近いのかなと思うんですけどね、とても綺麗でした。でユーザー1は風景撮影用のモードになっていて、このような設定になってますね。この辺は従来とね僕が今までやってたのと同じかなというふうに思います。で続いてなんですけど、こういった生き物を撮影する場合ですね、まあ飛んでるシーンなんかも含めてですけれども、生き物を撮る場合には、動態撮影用の設定をしてます。でこのエゾリスは木の根元に埋めてあったね木の実かなんかを掘り出して、食べたところを撮影してるんですね。で
設定の内容はこんな感じですね。ユーザーモード2は動体撮影用の1なんですけど、露出モードはそのままです。でオートフォーカスのモードが AFC でピント優先になってます。測距点をセレクトエリア拡大の S にしてちょっと広げてるんですね。それとドライブモードを連続の H にしてます。僕の場合はね、AFC でピント優先なので、秒11コマ、ね、出ませんけれども、まあ、十分かなと思いますね。それと ISO 感度をオートで400から6400にしてます。ISO 感度400にしてあるのは、感度低く設定しすぎると、シャッター速度が遅くなってね、被写体ブレを起こしちゃうことが結構あるんで、高めの設定です。それと、シェイクリダクションについては、流し取りモードを標準にしてます。そしてもう一つですね、これは、ね、屈斜路湖で白鳥が飛んできたシーンなんですけれども、こう霧氷が、ね、ついているような霧の漂っている朝、とても綺麗な景色でしたね。でこういう時は意外とこう一箇所で、ね、被写体を待っている場合ですね、三脚を立てて撮影していると光線状態はあまり変わらないで撮れることが多いんですね。でそういった時にはこの設定ですね、ユーザーモード3には動体撮影用の2の設定がしてあって、でこの時は露出モードをマニュアルにしてます。で一応設定してあるのは冬のね、晴れてる日の設定ということで、シャッター速度1250分の1秒の F8 で、でちょっと順番変わっちゃう、 ISO 感度は400基準ですね。でこの露出はその時のシーンに合わせてシャッター速度絞り ISO 感度全部変えながら撮ってます。で AF モード測距点ドライブシェイクリダクションに関しては動体撮影用の位置と同じですね。はい、続いての写真ですけど、これもねさっきもちょっとあのマクロンのところで紹介したようなこう氷が見せるね自然の色ですね。この時は三脚を使って撮影をしています。でこの時のね設定っていうのが、僕は三脚用と言ってますけれども、スローシャッターでも撮影できるようなね設定になってるんですね。で露出モードは AV モード、オートフォーカスは、AFS のピント優先で測距点がセレクト1点、 ISO 感度は200でシェイクリダクションはオフです。でドライブがセルフ2秒になってますので、自動的にミラーアップでシェイクリダクションオフになるというね、設定ですね。とてもこうブレに強い設定になってると思いますね。でペンタックスのカメラは非常にカスタマイズ性が高くてね、ダイヤルとかボタンのカスタマイズができるんですけれども、今回の K3M3 僕は手にしてすぐにやったねカスタマイズが今紹介している部分なんですけども、再生ボタンの位置が結構遠くなったっていうのかな、ダイヤルのすぐ近くにあって、意外とこの操作しようとするとね、僕指短いせいかダイヤル回しちゃうんですね。でちょっとこれ使いにくいなっていうふうに思ったので、普段使ってない AE ロックボタン、僕普段 A ロック使わないんで、ここはね今まであまり使うことなかったんで、ここをね再生ボタンに割り当てました。で、再生ボタンの方は使わないのもったいないんで、ここにね自動水平補正の、オンオフを割り当ててます。そうすることで、頻繁にね操作する再生操作も簡単になりましたし、ペンタクスの特徴である機能のね自動水平補正も必要に応じてオンオフできるということになってます。こういったねカスタマイズをする場合なんですけれども、標準のね使い方に慣れてからカスタマイズすると、あれどうなってたっけなっていうことに悩むと思いますので、もしねカスタマイズするよっていう方は、カメラ買った時点でね一通りこう説明書見ながらカスタマイズしていって使いやすい状態に作り上げてしまうのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。その他のカスタマイズしているのは、ダイヤルの部分はね AV モードの時は従来通り前を絞りにして後ろ露出補正っていうふうにねしてますよね。あとですね、今回の K3M3 は、メニューの表示がですね、今までのペンタックス表示から GR 的なものに変わってるんですね。でこれは聞いてみると、背面の液晶がタッチ操作にもね対応したということで、よりタッチ操作の時に使いやすいような設定になってますということだったんですけども、やっぱりちょっとこう迷うことあると思うんですよね。だけど常にこうメニューから操作をするんじゃなくて、
ペンタックスのカメラはね、コントロールパネルという、ね、機能があって、コントロールパネルにね、自分のよく使う機能を登録しておくと、いちいちメニューを開かなくてもね、設定を変えることができるんですよね。で、今回僕がやっているのは、コントロールパネルの右下のところにですね、オートフォーカスの即拠点のエリアとオートフォーカスのモードをね、持ってきてます。で、その上にはシェイクリダクションのね、オンオフっていう切り替えも入れてるんですね。僕超望遠レンズをね使うことが多いんで、カメラの左側にあるボタンって実は結構操作しにくいんですよ。ちょっともったいないんだけれども、そういったボタンをね押さなくても操作できるように、このコントロールパネルに必要な機能をね、まとめてあります。そうすることでより使いやすくなっているというふうに言えます。このあたりはね、皆さんの撮影スタイルに合わせて切り替えていってもらえたらいいかなというふうに思いますね。はい、あとね、これはタンチョウがやっぱ踊っているシーンなんですけれども、動物の動きってなんていうのかな、予備動作がある場合とね、いきなり動き出す場合があるんですよ。この時は結構いきなりなんですよね。で、こういった時にカメラの操作感がいいか悪いかで撮れるか撮れないかって決まってくると思うんですけど、今回のね K3 Mark III では、まあ、一つはシャッターボタンのね感触非常に良くなりましたね。従来の K3 というのはね、なんていうんだろうな、こうスイッチ的なシャッターボタンから、こうシャッターボタンのストロークに余裕を持たせたね K1 と同じリーフ式って言ったかな、に変わったことで、やっぱりこう長い時間シャッターを押しててもね指が疲れないっていう部分もあります。まあ、その他ねグリップの感じも非常に良くなっていて、ここしばらくこのね K3 Mark III 使ってた後に K1 Mark II ちょっと思ったんですけど、結構厚みがあってね、意外とこう親指のところに力入れないとしっかり握れない感じがしたんですけど、 K3 Mark III はとてもこう自然で持ちやすい感じに、ね、仕上がってるかなというふうに思いますね。あとはね、使ってて思うのは、これも本当にスペックには出てこないんですけれども、ダイヤルとかいろんな部分のこう操作した時の反応ですね。分かりやすいんだと、なんだろうな、例えば画像を消去した時のね、反応ですね、非常にこう早いんですよ。だからとても心地よくカメラを操作できる、そういった部分ではカタログとかには出てこないんだけれども、もう数段使いやすくなってるなと、そんな風に感じますね。やっぱりその自分が撮りたい、あとはね他にいろんな操作をした時にその思った通りに動いてくれるっていう部分では、とてもねカメラとして進化したんじゃないかなっていう感じがしています。まだね他にもたくさんお話したいことあるんですけれども、ちょっと時間の方もね足りなくなってきてしまった感じがします。でもね、このペンタックス K3 Mark III は、開発にも結構時間かかったんだと思いますね。僕もずっと待ってました。実際にこう使ってみて、とてもいいカメラに仕上がってますし、心地よく使える、それとね光学ファインダーのカメラとしてもね、とても完成度が高いと思います。自分の思い通りにカメラを使ってね、自分のイメージ通りの写真を仕上げるっていう、その楽しさをね味わわせてくれるカメラになってると思いますので、ぜひ皆さんにもね使ってみていただきたいなというふうに思います。早くねみんなで楽しく写真撮れるようになってくれることをね祈ってます。また皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。どうもありがとうございました。